調査になった。これどっから渡った3号館ちょうど。ここ？ここがええか。ここ3号館やぞ。ちょっとここでとりあえず一遍止めるわな。堺筋本町駅の4番出入り口を出て、ほんで千葉センタービルの3号館かなに向かいます。ほんだら下に降ります。鉄板焼き麻さんというお店があります。はい、メニューは、お、おいしそう、安い、ね、お、とん平焼きセット、へえーね、ミックス定食、おいしそうやね。ホルモン焼き定食、馬さん定食、とんかつ、またチンカツ。俺これ行くんやったらミックス定食か。さっき4人入れるから、さっき4人入ってビフカツ定食、これいいね、よかったし。いっぱいです。夜は居酒屋になるみたいですね。ああ、じゃあ忙しいやん。そうやな、この安さですからね。これ生姜焼きです。ご飯は赤い、これトンペ焼きだけぐらいね。トンペ焼きな、取っとこう。しっかり、店の店内はこういう形になります。これは夜のメニューやね。そういうことやな。エビフライ2、ビフカツ3つ、唐揚げ3つ。はい、瓶ビールください。瓶ビール。はい。これも卵全部入れたところでいいよ。開けたところでやる。あ、取ったん。これが麻さん名物、豚足でございます。麻さん名物、豚足です。いただきます。豚足のこのパリパリ感、これこれこれうまい、これうまいわ、ほんまに。これハマるわ、うん、ほんまに豚足食べられる。ここの豚足は食べれるねん。いや、ほんまに。休みの日、こう、繁華街
食べる前からそう言ってた。うまい。ほんまに。おま起きたくせに。高いから今から行ってたからな。うまい。うまい。うまい。土曜日って日曜日より行くでしょうか。ああ、はい。帰らず得ないから。うまい。うまい。行こうとかないです。うまいわ、もうペロッといっても、これカリカリうまいな。知れへんな、リュウキ食べてないもんな。こんだけ辛いの？こんだけ辛いの？うん、うまい。ちょいちょいけど、骨あるから気ぃつけない。うまい。あ、いいな。これ盗賊をできた俺もこれやろうかな、真似します。それオリーブオイル書いてある。え？オリーブオイル書いてある。うん。そう。全部、適当なことやん。お前こんなもんな。油いらんねん。出てきよんねん。ごま油でやりとる、ごま油で。今日から休み、たてご飯でもいい。えって。まだっちゃいにいつも言われるから。ほら、どこ来てんの。お正月のあれ、こうてきたったの。誰がこうたの。ちゃんとあった竹長くて下が、え、お前ら毎日会うてへんの。会うてないよ。会うてへんの。だからそうだって彼氏と会うてん、だからそんな仲やんか。俺らが集まった時に集まるから。いや、それ、まあまあそこまでは会えてないけど、うん、まあ、週に1回か2回ちょこちょこっと帰るぐらいちゃう。うーん、よしやけに。そうやろ、喜ぶやろ。喜ぶやろ。大好きでしゃあないのかな。No。 あほちゃうかお前。見てください。ニコ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 すんねん。うまかったです。綺麗に。これはぜひ食べてみてください。まさに来た時は。はい、ただいま自宅に帰ってまいりました。マサンでお持ち帰り弁当をお願いしてあれしましたね。こちらがビフカツ弁当、エビフライ弁当、エビが4本も入ってますね。嬉しい。で、これが唐揚げ弁当になっております。美味しそうですね、すべて。さあ、食べたいと思います。うまい。うまい。巻きもうまい。うん、手間もうまい。
し。もうなくなっちゃった。ありがとうございます。うん。栄筋本町。ね。まさん、お持ち帰りもできるんで、ぜひ行ってください。うまい。うまかった。うん。うまい。食いすぎた。やべ。